それでは車内チャイムを聞きに行こうと思います。どうも、半回戦炎天のプラレール好きです。今回は21日で変更になってしまう長年愛された車内チャイム、TOKIO のアンビシャスジャパンを聞きに来ました。実は私、今回が新幹線に乗るのが初めてで、一回も聞かずに変更は寂しいので最後の日曜日に聞きに来ました。まあ新大阪から京都までですが、15分の短い旅ですが、どうぞお付き合いください。懐かしいですね。新幹線に乗ったことはありませんが、新大阪駅で撮ったことはあります。さて、どの号車に乗ろうかな。小玉だからどこでもガラガラだと思いますが、まあ座席数が多い2号車にしましょうか。案の定ガラガラ。スピーカーの機械席にしないと。ここでいいか。あそこにありますね。発車まで待ちますか。これが新幹線のテーブルか。まあ普通ですね。というか、テーブルはみんな新幹線を基準に評価するか。ちょっとリクライニングしなきつい。おっ、発車した。いやー楽しみだなー。でもこれが最初で最後なのは寂しい。それにしても加速バカ速いですね。さすが新幹線。それにしても今日はめっちゃ晴れてますね。快晴すぎて暑い。こや日焼けが怖いですな。まあ日焼け対策なんてしたことありませんが。聞くと新幹線に乗ったっていう感じがします。今までプラレールで聞いてきた声が実際に聞けて感動です。ずらりと並ぶ新幹線、いいですね。
これは阪急か？もうあの阪急と並走する大山崎のあたりに来たみたいだな。すれ違わないかなー。いないですね。今度もいなかった。まあそんな一瞬で通過する新幹線に並走するなんてなかなかないか。何かとすれ違うことを期待した。しかし、誰も来なかった。と思ったらいたわ。ここ急カーブですね。なんか周りが傾いているように見える。てかこんなに新幹線って傾くんですね。カーブで傾くのは知ってましたが想像以上ですね。205系と281系だ。これにて今回は終わりですが、最後に京都駅の展望台とか言ったおまけもどうぞ。おお、なんかちょっと見えにくい途中の少し広くなっているところから見てみましょうか。ここは見えやすくていいですね。しかも今日は晴れてるから遠くまでよく見える。京都駅ってこんなところがあるんですね。今までこんなところ来たことがなかったので。やっぱり連休だから混んでますね。でもここは全く混んでませんが。このたくさんの鉄骨、綺麗ですね。ところどころ錆ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。